皆さんこんにちは、小野寺明彦です。今日は子どもたちの学びの環境、教育環境の整備で、皆さんにニュースをお届けしますよ。放課後児童会さんに来ています。青森市の放課後児童会、私就任した時は6時までのお預かりでした。これも保護者の皆様のご要望を応えて、6時半まで延長させていただきましたね。子どもたちの賑やかな声も聞こえますが、その定員数も就任時は2700人でしたけれども、これも2割増の3200人以上のお子様をお預かりできるように、また施設もね、増設をしていって、たくさんの子どもたちがこの児童会で、学校終了後も楽しんでいただけるようになりました。子育て政策、こういうところでもとても力を入れてきたことの一つですね。